こんにちは。スピリチュアルの女神です。ツイン類女性がランナーになり、相手の男性から逃げることはあるの？運命の相手ツイン類に出会うと始まるとされるステージ、その中で女性がチェイサー、追いかける側になり、男性がランナー、逃げる側になる。ランナーチェイサーの時期がありますが、その役割が逆になる事例を聞いたり図にしたりすることがあります。結論から言いますと、役割が逆になること、逆のように感じるパターンもあると思います。今回は本来チェイサーの役割である女性がランナーになる場合についてフォーカスを当てていきます。女性霊がランナーになる場合、ツイン霊に出会うとその瞬間から必ず経験すると言われているステージが始まります。このステージの分離の時に、男性が女性の前から姿を消したり逃げたりする、女性にとっては悲しすぎる。ランナー、逃げるとチェイサー、追うといった役割が与えられます。ツインレイがランナーになる場合はあるのか、賛否両論ありますが、人によっては大いにありえます。ツインレイ女性がランナーになる場合の理由としては、女性だって逃げたくなる、ランナーが優しい、または優柔不断、これらの特性が強い場合に女性がランナーになってしまうパターンがあるかと感じます。詳しく紐解いていきます。女性だって逃げたくなる。ツイン霊の試練は大多数がとても過酷です。何百年何千年ぶりに物理的な再会を果たすことができたツイン霊は、高次元でより良い地球にしていくため、ライトワーカーとして重要な使命があります。ツイン霊との出会いは突然人生が180度変化するため、生活環境や価値観の変化に追いついていくことが大変です。お相手がツイン霊でなければ耐えられないような精神に支障をきたすほどのギリギリの緊張と興奮状態が続きます。もし本当に精神に異常をきたしてしまったり、一歩手前の場合、ツインレイのステージをお休みするか放置する形として逃げるしかなくなります。逃げることは悪いことではないし、時間が必要だっただけだです。ツインレイが出会ったら、時間はかかっても必ず統合します。チェイサーの役割がある女性でも、今はお休みするといった形でランナーになることもあります。ランナーが優しい、または優柔不断、ランナーがとても優しい場合、お相手であるチェイサー女性から逃げたくなったり、連絡を遮断したくなっても実行に移さない場合があります。しかも私たちは彼の職業上連絡を取らざるを得ない状態だったのもあり、避けられているなと感じながらも、チェイサーが優しく優柔不断、職業上の都合連絡しないといけないといった理由で、チェイサーランナーである分離の期間が緩く曖昧に過ぎていきました。この時自身がランナーになる機会がなかっただけで、女性である私が優柔不断になれば、チェイサーである私もランナーのようになり、連絡も途絶え、しっかりとした分離期間になっていたはずです。以上、いかがでしたでしょうか。皆様のご意見ご感想をどしどしお待ちしてます。チャンネル登録よろしくお願いいたします。